はい、カタツムリのケースです。これカタツムリのケース見てたらちっちゃいつぶつぶがいて、なんだってよく見たら、多分ヒメオちゃんが卵を産んでて、それが孵化した赤ちゃんがいっぱい湧いてました。やばいやばい、とんでもないことになってんじゃないですか。そう、あれ、ヒメはもともと何人できたやつだっけ。野菜だった、野菜でついてきて、多分そのもう交接してて、卵を体内に持った状態でうちに来て産みました。で、私の知らないところに産んで、知らないところで孵化して赤ちゃんを見つけた。なるほど、まあ、でも良かったですよ。これその辺に撒いてたら、うん、いっぱい飲み出てたってことだから、これが一緒に出てきた。すごっ、このラップの上も這いまくってんじゃん。そうよ、これこれヒメオちゃんの後、ヒメオカモノアラガイも薄皮マイマイも寿命だいたい1年ぐらいらしいので、うん、多分もうヒメオちゃんは後世残して自分はみたいな感じ。ラップにはついてない、ヒメオコ来てる。ちょっとヒメオを見つけて、あ、これかな。1ミリないね。それ取れ切れるわけないっすよね。え、これこれ、このゴミみたいなそうっすね。頭あるもん。うわ、多分ヌメオコ薄皮マイマイじゃなくて、ヒメオカモノアラガイですね。そしてこれを何匹いるのか、うわ、地獄のカウントします。カウントしきれないってわけね、土があるから。そう、とりあえず赤ちゃんだけこっちのちっちゃいケースに移そうと思います。私あの食べてる途中でごっちゃになるから、もじゃに、おい、なんで1？ これかもじゃにカウントしてもらいます。カウンター、カウンター、はい、よし、じゃあ数えていくか。はい、1、この粒ね、2、ちょっと、なんか爪楊枝とかの方がいいかも。3、これ大きい、なんかタイサイズ違うんだけど、ちょっとでかい。何で？成長のスピードが違う。何個か産んだ。はい、4、4、これ5、入れた。7、はい、8、9、10、11、12。あ、なにこれ、でかっ。え、ねえねえ、ほら、明らかに体サイズ違う。ほら、これ、だって2ミリ、2、3ミリありますよ、これこいつだけ。ガキ大将来た。お、ガキ大将。はい、何匹？ 13? 13ですか。ねえ、ちょっと答え合わせは後で。なんで？あ、そうだろう、これモジャは卵の後、卵もいそうですけど、何個か卵産んだってことですか。卵塊を。分からん。14。きっと14。15。16。17。
64になりました。64と卵18。82。同一個体から生まれた子でも交接するのかしら。こんなはずでは。こんなはずでは。カタツムリと戦うことになりそうしばらく。そうだな。まだ多分見つけられてない子がいるから。これからどんどん増えます。そうっすね、まあ出てくるんじゃないですか、また。はい、今日めっちゃヌメオコが歩き回ってて、わぁ、ヒメオちゃんがやばい。どうなるんですか。飲み込まれる。あ、避けた。すごい、めっちゃ歩き回ってる今日。どうしちゃった。夜行性なんですよね、多分。薄皮が今夜いつも。ヒメオちゃん元気なくなったな。もっと動き回ってたのにな。寒いからかな。うん、まあ、なかなかな。12月もしてます。寒いし、もう卵も産んだし、疲れちゃったってな。ヌメオコ元気ね。元気ですね。そんな劣化してるようには見えないけど、しばらく様子見ですね。カタツムリでした。